はい、皆さんこんにちは。今日はですね、鋸南町、にある佐久間ダムに来てます。ここをですね、夏場限定のキャンプ場っていうかキャンプができるそうなんで、どこかなと思ってちょっと来てみました。それとですね、ちょっとバイクで、キャンプツーリングの自主練自主練ですね。ちょっとバッグ乗せてみてどんな感じか、ちょっと走ってみました。これプラス、この辺にも何か詰めるかな。これと下だけじゃちょっと入りきらないだろうな。なんかかっこ悪いな、やっぱり。それでこいつが私を大怪我に追いやったキャリアです活躍してもらわないとね。はい、キャンプのこと書いてありますね、ここ。5月1日から9月30日まで、結構長い期間やってたんだな。夏休みだけかと思ったんですよ。テント一張り一泊1,000円。なんだかカモだかアヒルだかなんだかいっぱいいますよ。ほらほら、いっぱいいる。こいつら食われる心配ないのかな食っちゃうぞ。ほら、いっぱいいる。こいつらとキャンプするのか、もしかしてやだな。ダウンだフェザーだになるのかな、これ。ちょっとですね、どこにテント張っていいんだかよくわかんないな。ちょっとあっちの方も行って探してみたいと思います。足の方はですね、ギアチェンジのことばっかり考えてたんですけど、ギアチェンジっていうか、バイク止まるとき左足つかなきゃなんないんですよね、結局。まだちょっと早かったかなと思うけど、ちょっと来ちゃいましたけど、これ汚い靴。結局まだようやくなんか塞がってるとこと塞がってないとことまだあるみたいで、診察してくれる先生でちょっと違うんですよね。足もそうだけど肘の方が痛いですね。これメッシュのスニーカーでもあればいいのに、全面メッシュの。こけた時にね、万が一こけちゃうとくるぶしとか削っちゃうんですよね。あとはフルフェイスだと
顎大丈夫なんですけど、ジェットとかだと顎いっちゃうから、特攻ブーツだともっと長いんで特攻ブーツのこういうとこ、ここに金具入れて火花散らしながらガーって走るんですよ気合い入れてくるんだ、バイク乗らなきゃなんなかったから特服が良かったかなバカっすね。結局どこでキャンプしていいんだかくるっと回ってくる、分かんねえや、見てて分かんねえっす。しかし蒸し暑いなこれ。結構夏場限定とかでやってる CA とかのキャンプ場あるじゃないですか。次回も夏休み期間とゴールデンウィークしかやってないとこ、私ちょっと予約取ってあるんですけど、せっかくだからねちょっとやりたいなと思ってるんだけど、これ湖に沿って斜面になってるとこがほとんどなんで、わからん。受付とかも役場みたいなんで、事前に役場で1000円払うのかな。まあそのうち電話してみますわ。ただ蒸し暑いな。で一応お昼まだ食べてないんですけど、ラーメンとか持ってきたんだけど、ちょっと暑くて食べる気なんないんで、どっかで冷やし中華でも食べて、時間によっては初タコ釣りでも行きたいと思います。はい、近くの漁港にタコを釣りに来ました。タコ、これナチュラムで2800円だったかな、タコ用の竿です。すっごい硬いですよこれ。私黒鯛ばっかりやってるもんで、こういう硬い竿は扱ったことないんですけど、でリールはこれ30年近く前かな、シマノのウルテグラ2000番。私これ堤防やら磯やらで使ってたんですけど、このドラッグが気に入らなくて、もうレバーブレーキしか使ってないですね。レバーブレーキも自分で毎年分解して整備しながら、シマノとダイワの持ってるんですけど、それも30年ぐらい使ってます。ラインは P ラインの3号、釣り道具屋の親父に堤防でちょっとタコ釣るからつって 100m ってもらったのが、 100m でね1600円ぐらいしたかな。それが 80m ぐらい巻いてあるのかな、学校。そうですね、3で 100m 巻けるようになってるけど、80ぐらいかな。で、いつも500円の5、6個買ってきてあります。それはいいタコ湯。タコ湯ラハンだ。ヘチはですね、液が上から見えちゃってるぐらい浅いです。ちょっと投げて探ってくるしかないですね。
ここいいねっすね。いいねっす。あの水深が1メートル50とかそんな感じで、汗っすね。あっちの先端も行ってきたんですけど、難しいっていうか、ここはいねえな。また今度、タコ釣ったところとかあるんで、勝浦串浜亭だったかな、そこでっかいタコ釣って、あの磯の黒鯛狙いでやっててタコがかかったってやつです。あと金谷でもタコ釣ってるから、違うとこ今度また行ってみたいと思います。じゃあありがとうございました。帰ります。